こんにちは、シャクレザキです。皆さんドラクエ知ってますか？ドラクエといえばあのスクエアエニックスがね出してる大人気ゲームなんですけど、名前覚えるのむずくね？めっちゃモンスターいるやん。名前覚えるの大変やん。まあ、なんかスライムとかね、キングスライムとかメタルスライムとかだったらまあまだわかりやすいじゃないですか。パッと見た目でねわかるじゃないですか、名前。でもよ、エスタークとかよ、まあなんかとかよ、ごめんなさいそんな知らないです。絶対初見じゃ名前わからんってやつもあるじゃないですか。そういうわかりにくい名前のやつらに今回僕がわかりやすいあだ名つけるんで、あるじゃないですか。小学校、中学校、高校の同級生であだ名は覚えてるけど本名なんだったっけっていう人めっちゃいると思うんですよね。それと一緒ですよ。あだ名覚えときゃいいんですよ。なんとかなるんですよ。ということで僕が今回ドラクエのモンスターにいっぱいあだ名つけていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。 3, 2, 1, YO! サンディエゴ OK! はい、まずはこちらの気持ち悪いやつですね。これは割とマジ簡単だと思います。パラサイトナスビ、完全にナスビに寄生してるやつや。続いてこちら、やっぱ鳥山先生がイラスト描いてるってことでね、サイヤ人に髪型似てるんですよね。緑黄色野菜です。続いてこいつ、改造されたハッサン、マンコに入れられたいキュウリ、フルアーマー世紀末モブ。続いてこちら、キショいやつ、これキショすぎ、これマジキショいわ、南ジェーミンの末路。続いてこちら、サニーゴの親戚、花粉症の子孫、デュエマの四天王、多分まだ童貞、20話のバギー、スネオの守護霊。これはマジわかりやすいですね。偉そうなスライムの上に偉そうなおっさんが立ってるんで、これもわかりやすいです。日米同盟です。完全に日本が下ですね。同盟と言いつつも上のアメリカが日本を動かしてます。風刺モンスターですこいつ。続いてこちら、腐れ神。はい、続いてこちら、これ竜の杖持っててすごい特徴的な輪郭してるんですよね。これ簡単です。ドラゴンオルフェノクです。エジプトの楽器、ジョナサン、テンガエッグ、ザコシ、クンに大好き好きくん、ナポレオン、フェイス ID 二刀流、腐った通信論、呪文、デーモンハンド、イエローアイズ廃棄物ドラゴン、ダンプ松本。3, 2, 1, YO! 股関節。OK! はい、てな感じであだ名つけていきました。どうですか？わかりやすかったんじゃないですか？これでね、モンハン。もうじゃねえわ。これでドラクエやったことない人とかも、このあだ名を覚えれば、なんとかなると思います。頑張ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。